こんにちは、伊藤あずさです。今日は初代ロードスター紹介します。 ND オーナーとしてはちょっと緊張してます。自動車ライターの伊藤あずさです。カープライムカッティングエッジ、今日はこちらの初代ユーノスロードスターを紹介したいと思います。名車を振り返ろうシリーズということで、今回はこのロードスターを紹介していきたいと思うんですが、ご存知の方はいるかもしれないんですけど、私自身最新型のロードスターのオーナーなので、ちょっとこの初代に対してはもう尊敬、憧れ、なんか神様みたいな存在なので、今日乗るのちょっと緊張してます。このロードスターなんですけれども、もともと1989年に発売されたモデルで、もともとはこの軽量でライトウェイトなスポーツカーをまたこの世に蘇らせようということで、マツダの方々が丹精込めて作ったモデルがこちらなんですけれども、当初はユーノスというブランドがあって、マツダの中でもいろんなチャンネルがあったんですけれども、その中でもスペシャリティな車を作っているブランドがユーノスだったんですね。その中のスポーツカーということで、このロードスターも登場したわけなんですが、ユーノスってよくロードスターのことを呼んでいる方いらっしゃいますが、ユーノスって他にもモデルあるよっていうのはもしかして知らない方もいるかもしれないですね。私が一番好きなのはユーノスコスモっていうモデルなんですが、それすごく綺麗なデザインなので、ぜひそちらも皆さんには見てもらいたいですね。でこのロードスターなんですが、当時そのライトウェイトスポーツカーを作ろうということで、たくさんの方が関われたモデルになるんですけれども、まずこのデザインを見てもらうと分かる通り、ものすごくアイコニックで可愛いですし、女性がパッと見ても可愛いな、いいなって思うポイントがいろんなところにあると思うんですけど、男性が乗ってもやっぱりかっこいいんですよね。すごくよく考えられた綺麗なデザインだと思います。リトラクタブルのヘッドライト、安全法規上もう作れなくなってしまっているので、このポップアップするヘッドライトがついているところも、当時のそのデザインが反映されてて、すごく素敵なデザインになってます。今閉じてますけど、これ開くとものすごく可愛いんですよ。それがまた最近またこの初代の NA ロードスターってすごく人気が上がってきてるんですけれども、現代の若い人たちにもすごく愛されるモデルになっているので、本当にずっともうタイムフリーなデザインされている車だなと思います。もともとはその能面とかをイメージしたデザインだということで、ちょっと日本的な部分も感じられるのかなと思いますね。1989年に発売されたモデルで、このロードスター自体は1990年のモデルなんですが、そのマツダではレストアプロジェクトをやっていて、そこでしっかりフルレストアされた車なので、もう最近作られたかのような、もう新品のピカピカなモデルに乗れるということで、今日もすごく楽しみなんですけれども、そのレストアプロジェクトでこのタイヤですとか、この辺も復刻されたものなので、本当に当時のロードスターの走りを今この現代でも体感できるような、この復刻のタイヤができたりですとか、いろんなところが本当に新しく新品になっているので、こういったところもマツダがロードスターを大切にしているんだなって感じるポイントの一つですよね。レストアプロジェクトとかもやっているので、もしご自身が NA ロードスター、初代ロードスターをお持ちの方は、そういったところもチェックしてみると、タイヤだけでも変えようかなっていうので、当時の思い出を振り返れるんじゃないかなと思います。サイドの方に回っていこうと思うんですが、特徴的なのはこのドアハンドルですよね。次の2代目のロードスターからはこれがなくなっちゃってるんですけれども、やっぱりこう結構思ったよりもロードスターって幅広い層にこの売れたので、アメリカとかで女性とかがこう割とネイルされてて、長い爪の方がこう開けようとした時に割と引っかかるっていうことがあったりしたらしく、NB 型では
一般的なドアハンドルになってしまっているので、こういったところも初代ロードスターにしかない可愛いし素敵なヴィンテージ感のあるデザインかなと思います。ではトランクを開けてみたいと思います。こちらにボタンが押すと後ろが開くので、2人乗りのオープンスポーツカーとしては思ったよりしっかり荷物が搭載できるモデルだと思います。ポイントなのはですね、この後席に実はバッテリーが乗ってるんですね。ここなんですけれども、もう普通の車っていうのはエンジンルーム前の方にバッテリーが入ってるものなんですが、なぜかというと、ロードスター自体が前後重量配分50対50のその重量配分をしっかり大事にしているモデルなので、後席の重さのバランスと前席の重さのバランスしっかり取るために、バッテリーはこっち側にあった方がその重心だったり重量のバランスが取れるので、こちらに乗ってると、そういったところも一つ一つこだわられている車になります。はい、今運転席に座っています。この今座った瞬間なんですけど、シートすっごい柔らかいんですよ。なんかもう本当にいい柔らかいシートって感じで、こうスポッと体が包まれる感じで、ちょっとこれ乗っただけでうわーみたいな、ちょっとこれからドライブするの楽しみになるって感じになりましたね。あんまりこういうふかふかのシート最新のモデルにはないので、ちょっとこのシート羨ましくなりました。あと今回こう V スペシャルパッケージというグレードになっているので、見ていただいて分かる通り内装がタンカラーのレザーですごく綺麗ですよね。この色味やっぱ NA ロードスターで結構私も印象深いので、このグリーンのボディカラーとこのタンカラーの内装、一番憧れる組み合わせかなと思います。さらに V スペシャルパッケージの装備として、ナルディの細身のウッドのステアリングと、このシフトレバーのブレーキのサイドブレーキですね、ここがウッドになっているところも特徴です。いや、もうこれだけでちょっとうっとりしちゃうくらい、もうこれなんでしょう、もう本当にイギリスのなんか車に乗ってる、昔の旧車に乗ってるみたいな雰囲気が出てますよね。なので、このナルディのステアリングもすごいなんか NA オーナーの中ではみんなつけてる人がいて、なんか ND もちょっとこういうのあったらいいのにっていうぐらい憧れる装備になりますね。実際にノーマルグレードのステアリングもすごく操作がしやすいんですけど、私まだこのナルディのステアリングとかシフト触ったことはあまりないので、今日はドライビングしながらそのあたりも楽しんでいけたらなと思います。あとはですね、もうやっぱりエアコン類とかここのオーディオ類ですね、これはすごい時代を感じさせるんですけれども、やっぱパーツが新しくなってるのですごく綺麗ですよね。NA ならではの装備として、ここのボタン、皆さんなんだか分かりますか？これを押すとちょっと嬉しいことが起きるんですけれども、これちょっと押してみますね。ピッてやると見えるかな、ライトがこうポップアップするようになってるんですね。こうライト自体をつけなくても、この目だけを開け閉めできるボタンがついてるので、なんかちょっと気分は目開けて走りたいなみたいな時でも、これ開け閉めすることができるボタンがついてると、これねやっぱちょっと憧れますね。やっぱりポップアップのヘッドライトはやっぱ車好きは一度は乗ってみたいモデルだと思います。NA に限らず、いろんなモデルにポップアップのこのヘッドライトあるんですけれども、今の車ではないものなので、これついてるだけでいいなと。ロードスターやっぱこれついた時の表情がまた全然違って可愛いので、それもちょっと憧れの一つですよね。その他はやっぱりもう簡易的な装備になっていると思います。その現代の車とはやっぱり全然違うので、本当に必要なものが必要なだけついてるなっていう感じがします。このペダル類とかも踏み込んだ時の感触がすでに、今私が乗ってるような ND ロードスターとはちょっと違うので、ドライブした時にどんな感じなのかなっていうのが楽しみですね。あとはロードスターなので、もちろんホロがオープンモデルになってます。こちらのレバーを開けていただいて、でこの初代のロードスターで必ずやらなきゃいけないのは、まずはここのチャックを開けなきゃいけないんですね。ここを開けると何が起きるかと言いますと、こっちの後ろの
ここですね、このビニールの部分を落としてあげる。そう、ここをこう先に下ろしておかないと、折りたたんだ時にこれがメキッとこうへこんでしまうので、これをまずやっときましょう。ではホロを開けたいと思います。こちら持ち上げてちょっと折りたたむような感じで開けると、こんな感じで開けることができますね。やっぱやや操作は重いんですが、まあ、女性一人でも今のように簡単に開けることができます。あー、ちょっと緊張するな。緊張するけど楽しみがすごい。ではでは NA 出発したいと思います。おー、ちょっと結構アクセルレスポンスがすごくいい。びっくり。うわーうわ、意外とパワーありますねこれ。うわー、とろける。やばい、ちょっと語彙力今日失ってるかもしれないです。やばい、良すぎる。え、何がこんなに良いんだ。やばい、ちょっと語彙を喪失 し始めてますが、いや、とろけそうだわ。なんだろうこの感触、溶けちゃいそうです、車に。いや、まずこのシートのもちっとしたもよっとしたこの感じがちょっと語彙力喪失してる。こう柔らかいシートがまず体を包んでくれてるこの感触が、なんかこうもうロードスターに溶け込んじゃう感じですね。もう運転してる。あとこのエンジンが、何これ、エンジンがねすごい元気のいいエンジンなんですけど、なんていうかな、このワクワクしてる気持ちを増幅してくれるかのような吹き上がり方をするんですよ。決して速くはない、速くはないのに、来てほしいところでエンジン音のこの盛り上がりがあって、それがこうペダルとステアリングといろんなとこから伝わってくるんですね。うわー楽しい。なんでこんなにいいんだろう、ちょっと感動しちゃいますよ。こんな車世の中にあるなんて。涙出てきた。なんていうかな、なんかもう言い表すのがもったいないくらい本当に感覚的に感じられる車ですね。なんか本当にもうスペックとか成り立ちとか、さっきなんだかんだ喋りましたけど、そんなのどうでもよくって、本当にこの乗ってみた時のこの感じ伝えろよって話なんですけど、この乗った時の何とも言えない幸せな気持ち、これはロードスターしかやっぱ味わえないですよ。オープンにしてて今日はちょうどいい天気で、本当にこういう秋晴れとかちょっと冬の暖かい日に乗るのってロードスター最高なんですよ。気候も最高で、青空で風を感じながらこのなんかこの可愛いロードスターを運転してると、本当になんか人生の幸せが詰まってる感じがしますよね。ちょっと今日は語彙力喪失してますけど、なんか詳しく説明したくないですこの車は。もう乗ってこのいいなって心から車ってで楽しいって感じられるこの気持ちが初代ロードスターの全てですね。いや、これが本当に一個一個考えて作られてるとしたら、どんだけ愛、車の愛を持った人が作ったんだろうなって思うくらい、本当になんか一つの所作全部全てとっても、もうなんか完璧なんですよね。完璧っていうか、完璧じゃない完璧さというか、なんて言うんでしょう、適度になんか余地があるんですよね。私が楽しんでいい余地というか、車はこう乗るもんだって絶対に押し付けてこないけど、なんかこう一緒に楽しんでくれる車というか、自分の好きなように走っていいよって言われてる余地だと思うんですよね。
なんか堅苦しいことなく、本当はね自然に運転したらそれでいいからって言われてる感じだから、なんかすごい、こんな車ないっすよマジで。目開けちゃおうかなみたいなイントラクタブル開けちゃおうかなみたいな気分になりますね、こういう時。いや最高、なんかもう幸せしかないやばい、いつもと全然インプレッションの動画として成り立ってないと思うんですけど、語って偉そうなこと語ることが恥ずかしくなる車ですかね、本当に。あ、こんな車があってくれてありがとうって感じです。やばい、ちょっと幸せすぎて手が震えてたりするし感動ですね改めて。でも初めて私が ND ロードスターに乗った時もそうだった。こう乗って乗り出してみて世界が変わったというか、乗ってみればわかるんだけどそれじゃあ動画の意味ないんですけど、乗ってみればわかる、この良さは誰にでもわかる、本当に。それがロードスターのいいところですよね。乗る人を絶対に選ばないし、みんな受け入れてくれる車ですね。いやー、こんな幸せな気持ちになるんだな。なんか改めてロードスターの良さを私自身が感じますね、これは。なんか一個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 、シフト一個、ハンドル切った操作一個、この地面から受けるタイヤの足の動き一つ、エンジンの動き一つ、全部どれとってもなんか心に来る、心に響くんだよな。でもなんでかわからないというか、それを論理的には説明したくないですよね。やっぱり感じるものなんだなっていう。いやー、もうこれはもうすごい本当にこういうモデルができて、いまだにそのロードスターの最新型の ND としても引き継がれて、それが現代でも乗れるっていうことがもう幸せ、私感謝だし、知ってほしいですねこの喜びは。車にあんまり興味がない人でも絶対にわかる、この車の楽しさとか良さは。みんなに知ってほしいですねと言っても、私も久々にこの初代ロードスターに乗ってようやく感じられたところなんで。ただやっぱ寒くなってきました寒くはなってきました。さすがに12月でオープンにしてると寒いは寒い。このまま乗って帰りたいこのまま乗って帰りたいけど、私には ND ちゃんがいるしな。うわー、気持ちいいな。エンジン低回転からもだし、高回転になった時にも気持ちがいい。ペダルからなんかエンジンが伝わってくるんだよな。人馬一体って言いますけど、これほどやっぱ人馬一体を感じられるモデルはないかな。なんか本当に車と一体になるってこういう感覚なんだなっていう。もちろん私には運転したい意思があって、で車もそれを、ロードスターもそれを一緒に楽しみたいっていう気持ちを絶対持ってくれてる感じがするんだよな。だから一人一台じゃなくて、なんか一緒に走ってる感じです本当に。その
こうキャッチボールというか2人の気持ちの通じ方とかこの運転の仕方、そのキャッチボールでそれがカチッとこういつも噛み合ってくれてる感じ、なんか本当に最初言いましたけど車に溶けちゃいそうなんですよね。これが身震いしますね。こんないい車世の中にあるってことに身震いしちゃう。はあ、いや今日は完全にインプレッションを真面目にやんなきゃなって、やっぱ ND オーナーとして NA を語るっていうことはすごいハードルが高いんですよ。やっぱ初代ロードスターの憧れがあるし、それだけ偉大なモデルなのでちゃんと話さなきゃって思ってきたのに、この語彙力だからそれくらい何も考えなくていいんです。ロードスターは ND もそうだし、難しいこと考える必要ない。ただ車と一緒にドライブを楽しむだけで最高な車ですね。いやーロードスターが本当にいろんなことを教えてくれる私に本当に感謝しかないですよ。大好きですねやっぱりロードスター。ということで今回は初代のマツダロードスターに試乗してきました。いや最初はやっぱり最新型の ND のロードスターオーナーとしてはちょっと憧れのモデルすぎて緊張していたんですけれども、乗り出した瞬間やっぱニコニコ笑顔になってしまう感じはやっぱりロードスターはこの初代から最新型まで変わってないんだなっていう感じで、インプレッション中はもうちょっと語彙力失ってましたが、私自身すごく楽しむことができました。カープライムでは気になる車の紹介やさまざまな企画を展開しています。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんこんにちは。カープライムはなんと LINE を始めましたね。皆さんぜひお友達登録してください。お願いします。